ロンザグループは、スイスバーゼルに本拠を置き、世界30カ国以上で、医薬品、ヘルスケア関連製品の開発、製造を行う、バイオテクノロジー企業。スイス証券取引所上場企業。日本法人は、ロンザジャパン株式会社。1897年に、バレー州のギャンペルで設立され、レッチェンタールを流れるロンザ川を利用した、電力事業からスタートした。 1909年には、ビスプに移転して、合成肥料の製造に着手し、酸や中間体の性質を利用した製品の開発に、事業を広げた。1969年にはアメリカに進出し、同国で同業他社の企業買収を進めた。1974年には、アルスウィズと経営統合を行うが、1999年に、同社の科学関連事業を取得した上で、 再び分離し、スイス証券取引所の上場企業となった。1980年には、バイオテクノロジー事業を開始している。2011年に、アメリカコネチカット州を拠点とする、アーチケミカルズを買収し、殺生物剤の分野における、世界最大手となった。2016年9月に、アメリカカリフォルニア州で、栄養成分の研究開発を行うインターヘルス、 ニュートラシューティカルズの買収を完了し、同年12月には、デトロイトに本拠を置く、カプセル製剤メーカーのカプスゲルを買収し、グループ会社に加えた。2021年2月、特殊化学事業を売却し、バイオ医薬品を軸とするヘルスケア関連事業に、経営資源を集中させることを発表した。バイオ医薬品の分野において、ブリーストルマイヤーズスクイブ、グラクソスミスクライン、 サノフィ、テバハーマシューティカルインダストリーズなど世界の製薬大手と共同開発事業に参与している。日本法人であるロンザ・ジャパンは1980年に設立され、細胞、分子生物学関連製品、医療関連製品の輸出入や医薬品の受託製造を行っている。2021年現在は東京や大阪にオフィスを持つ。 2014年4月にはアーチケミカルズの日本事業を吸収合併した。ありがとうございます。